方針霊にて、ミトラをかぶり、パナギアを下げ、ケンズエを左手に持ち、十字架を右手に持って、回収を祝福している。総主教マクシム10月29日から2012年11月6日は、ブルガリア総主教、ソフィア主教であり、ブルガリア正教会の主座主教。2009年11月15日に、セルビア正教会の主座主教であるパブレ総主教が、 英民してから自身が英民した2012年11月6日までの間、全世界の各独立性協会、自治性協会の主座主教たちの中で最高齢の主座主教であった。マクシム総主教は、俗名マリンアイデノフミンコフとして1914年10月29日にトロヤン自覚のオレシャクの村に生まれた。マリンは、進学教育をリラの聖意をアンソフィア進学校と、 ソフィア大学の聖教進学部で受けた。1941年、マリンは修道名、マクシムオーケ修道士となり、さらに新品に助成された。1955年に、聖子喉の,の秘書長に任命される。1956年にブラニトの名義主教として、助成されて、主教となり、1960年には、ロベジノフ主教となった。 1971年7月4日、ブルガリア総主教に選ばれた。総主教マクシムは、ブルガリアにおける共産党独裁政権時代と、ブルガリアが共産主義国家ではなくなった時代とにまたがって長い間、ブルガリア正教会を指導してきた。この間の長きにわたって、ブルガリア正教会は、複数ののどが対立して分裂している。2012年11月6日、 ソフィアの病院で死去。98歳を打つ。ウィキメディアコモンズには、ブルガリア総主教マクシムに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。